オロデス2世は、アルサケスアサ、パルティア王国の王。ミトラダテス2世の死以来パルティアで使われなくなっていた、蝶の王という称号を、再び使用した。フラーテス3世の息子として生まれる。紀元前58年、または前57年、兄のミトラダテス3世と共謀して父フラーテス3世を暗殺した。その後まもなく、ミトラダテス3世と、 オロデス2世との間で後継争いが起こり、ミトラダテス3世が王位を継いだが、貴族に嫌われていたためすぐに追放され、オロデス2世が王位を継いだ。紀元前55年、追放されたミトラダテス3世はしばらく、ローマの将軍、アウルス・ガビニウスに従軍していたが、彼を見限って再起を図り、単独でバビロンと王とセレウキアを占領した。ほどなくして、 オロデス2世は、将軍スレナスを派遣し、バビロンを長期にわたって包囲させ、飢餓状態させた上で、ミトラダテス3世を降伏させた。ミトラダテス3世は、血縁関係を頼りにして、命乞いをしてきたが、オロデス2世は彼を兄弟というより敵とみなして、目の前で処刑させた。紀元前54年、ローマでは、アウルスがビニウスに代わって、マルクスリキニウスクラッススが、 新しいシリアの総督に配属され、大規模なパルティア遠征軍が組織されていた。最初の年は大した動きを見せず、パルティアのメソポタミア総督シラケスが侵略をかぶった程度であった。シラケスは兵が不足していたので、ローマ軍の侵略をオロデス二世に伝えるべく退却した。オロデス二世は、ローマによって征服された村々を取り返すため二人の将軍を派遣し、 冬の期間を利用して戦いの準備に励んだ。一方で、オロデス2世はローマに対してこの不当な侵入を咎めた。紀元前53年、カルライの戦いによって奇数が決した。この戦いでクラッスス率いるローマ軍は約4万の軍勢を持ってカルライ市近郊にまで進軍した。一方セルナス率いるパルティア軍は騎兵を中心とした1万人余りの 軍勢で迎え撃ち、ローマ軍に圧勝した。クラッススの息子、プブリウス・リキニース・クラッススも戦死するなど大敗を、喫したローマ軍は敗走する中、さらに追撃を受けて、兵力の大半を喪失し、クラッススも殺された。これによってパルティアは、ローマの脅威を一時的に排除することに成功し、また、ローマ領の一部を攻撃して、勝利を収めた。スレナスは、セレウキアに外戦すると、 外旋式間外の式典を行ったが、後に彼の有能ぶりに危険を感じたオロデス2世は彼を殺害した。オロデス2世は対クラッスス戦の間にアルメニア王アルタバスレスと親交を持つようになり、息子のパコルスをアルタバスレスの妹と婚約させた。今回の勝利によってパルティアの名声は上がり、ユーフラテス側がローマとパルティアの国境であると知らしめた。 パルティア軍はそれ以上進軍しようとはしなかった。この戦いの後、東方で遊牧民の攻撃を受けたために、ローマ進行は中断されたが、紀元前40年頃には、オロデス2世の長男パコルス1世の指揮で再び、ローマ領への進行が行われた。パコルス1世の活躍により、ローマ軍に勝利を重ねたが、前39年、パコルス1世率いるパルティア軍は、 アンティオキア攻略戦の際に、途上のギンダロス3付近で、プブリウス・ウェンティデュース・バスス率いるローマ軍に敗れ、全38年、パコルス1世は戦死した。老齢のオロデス2世にとって、パコルスを失ったことは大きな打撃で、それが元で少し精神に異常をきたした。彼には30人も息子がいたが、その中から後継者を選ぶ決心がつかず、 ようやく最年長であったフラーテス四世を後継者に選んだ。しかし、フラーテス四世は権力の座につくなり老齢な不応を早く死なせようと、トリカブトを飲ませて毒殺を試み、それでも死なないので最後に首を絞めて殺害した。紀元前37年のことであった。ローズマリー・シェルドン p 7五デベボイス百九十三 p 十二から十八 ありがとうございます。